なるほど、就活に挫折しかけてるってわけか。なんで合格しないのか理由がわからないんです。就活って受験とは違うんだよな。ここ第一志望だからなんとか突破したいんだけどさ、西条さんみたいな優秀な子がいるんじゃ無理かな。そんなことないよ。なんで彼女が受かって私は落ちたんだろう。就活本も山ほど買って、面接の想定問答も暗記するほど準備したのに、どうやったら合格点が取れるんだろう。あなたが仮に今当社の社長になったとしたら、この会社をどうしていきたいですか。社長ですか。なんで、想定してた質問と全然違うじゃない。あれだけ時間かけて準備したのに。何度考えても答えが出ない。もう悩むことすらやめてしまいたかった。大事なのは相手にとって自分はどうなのか、そういう視点を持っているかどうかなんだよ。その視点の大事さに比べたら就活テクニックなんて忘れてもいいくらいなんだから。友人たちは続々内定を決めている。明日一次面接を受けるネルフーズは自分の中では本命の企業だった。 ID 番号は、ちょっと待ってください。すいません、武城大学の菅山京子です。弊社を志望した理由を聞かせてください。御社は健康をテーマにした食品を世に送り出すことで。彼の語る志望動機は単にうちのホームページに載っている社長メッセージをなぞっているだけだ。商品企画に必要な資質や能力は何だと思いますか。世の中にどんなニーズがあるのか常にアンテナを張っておく情報収集力だと思います。自分の言葉で自分を語ることができているか、それは私たちが面接の際最も重視するポイントの一つである。合計で20分なので10分間意見を出し合い5分でまとめて、残り5分でプレゼン準備ということでいかがですか。やっぱり自分で考えて行動できる人じゃないですかね。私は活躍する人には人間性も欠かせない要素だと思います。チームの中で単に目立つのではなく、自分らしさを発揮しながら合意形成する努力をしているかどうか、そこを私たちは見ているのだ。私たちはネット上での就活生の意見やつぶやきなどを常に検索している。町田さん、これ見てくださいよ。ネルフーズ無事終了。山場台のやつが目立ちやがってうざかったけど。え、彼を落とすんですか。確かに彼は意欲もあるし優秀な学生であることは間違いない。うちの今後の方向性としてはもっとパワーを感じる学生を取りたいという思いがある。その基準でいくと彼よりも取りたい学生がいるんだから仕方がない。頑張って就活を続ければきっと僕を必要としてくれる企業に巡り会えると信じたい。その日が来るまでネバーギブアップだ。私的には他社にはない独自の製法を持つ御社の技術に将来性を感じたっていうか、もちろん商品だけでなく社員さんたちを見てても和み系っていうか。 OB としてはっきり言うんだけどさ、言葉遣い直しといた方がいいよ。え、佐伯系に限らず学生は言葉遣いを間違いやすい。僕のエントリーシートをご覧になられたと思いますけど。うちの父が諦めるなとおっしゃってくれたんです。正しい言葉遣いを使おうという姿勢や最低限の敬語の知識などは持っていてほしいのだ。あ、すいません、会社説明会の件でお伺いしたいんですがよろしいでしょうか。あ、会社説明会ですか。はい、実は御社の。あ、ちょっと待ってください。大学名とお名前を伺ってもいいですか。山場大学の平木さんから受け取ったメールで開業がされていない非常に読みにくい文章が届いたことがある。勘弁してほしいな。なんだこりゃ。ある学生から信じられない封書が送られてきた。株式会社がカッコ株に省略された社名、セロテープで閉じられた閉じ目。おそらく彼らは就活を始めていたにもかかわらず、まだまだ自分が企業にとってお客様であるという意識が残ってしまっていたのではないだろうか。社会人になる、この会社の社員になる、
そんな覚悟が彼らには足りなかった。お客様意識では到底戦っていけないのが就活なのだ。面接というコミュニケーションの場においても、視覚的なメッセージが面接官の第一印象に大きく影響する。身だしなみや姿勢、表情もその一つ。話す内容が優れていても、それらの視覚的評価が悪ければ内定は得られない。自分は中身で勝負と思っている学生は、非言語コミュニケーションの重要性を知る必要がある。まずスーツを選ぶ時の前提は、似合っているか、仕事ができそうに見えるか、このシンプルな基準を満たしているかどうかである。髪の色は黒。月に1回は散髪し、襟足ともみあげはすっきりさせておく。寝癖にも当然気を配る。髪の色は業種によって例外はあるが、黒にする。ロングの場合、一つにまとめるかハーフアップにし、サイドの髪はショートの場合でも止めておく。自分の姿をもう一度見つめ直してみよう。面接官はしっかりと見ている。本人のやる気や自信がにじみ出る学生たちの身だしなみを。申し訳ありません、メールで連絡していただいた三次面接の日なんですが、実はその日予定が入っておりまして、別の日時に調整していただくことは可能でしょうか。こういう連絡を受けるときは、ほとんどが面接の日が他社と重なったときだと想像できる。実は内定を頂戴しておいて大変恐縮なんですが、娘が今回は辞退させていただきたいと言ってるんです。え？うちの内定先のラルコ社、社内恋愛すごいらしい。ちょっと期待。窓かのつぶやきはネットユーザーの品種公開、あっという間に炎上してしまった。彼女はすぐに自分の書き込みを削除したが、魚拓を取られていてネット上で晒されてしまったのだ。とりあえず行きたい企業は全部受けたんだけどさ、結局全部ダメだったんだよね。多分さ、大人に相談すればいいんじゃないかな。大人？社会人ってこと？こうやって自分以外の人にエントリーシートを見てもらうってこともやったかな。先輩の荒崎さんはこれまでで一番うまく進んだエントリーシートを持ってきてほしいと言った。そこには内定に至らなかった理由が凝縮されているはずだという。小葉ちゃんは私同様、人に会うことで多くのアドバイスをもらい、再起動に成功したようだ。就活は一人で悩みを抱え込んでいると本当に苦しい。誰かに相談する勇気を持つことも就活ではすごく大事なことなのだ。来年からいよいよ私たちも社会人。どんなやりがいのある仕事が待っているのだろう。そのことを考えただけで本当にワクワクする。よし、頑張ろう。幸せな人生をつかむために、私たちならきっとできる。これからの人生で糧となるかけがえのない経験を就活で学んだのだから。